炭素社会実現に向けて地域での新たな移動手段の一つとして注目されるマイクロモビリティの試乗会が23日那覇市久茂地のパレット久茂地前交通広場で開かれた。実証実験ではフューチャーが開発した車両を使用する。最高時速45キロ、航続距離50キロで重量25キロのモデル。搭載されたリチウムイオンバッテリーは家庭用コンセントで充電でき、空の状態から約4時間で満タンとなる。開催した沖縄出光は10月1日から3ヶ月、パレット久茂地、県庁周辺、沖縄都市モノレール古島駅と諸町駅周辺、アメクなどに駐輪場を設け、シェアサービスの実証実験を行い、沖縄での普及の可能性を探る。